社会福祉法人アソカ、会アソカ病院は、東京都江東区住吉にある医療機関。社会福祉法人アソカ会が運営する病院である。アソカとは、無有化と書き、仏教三大聖樹の一である無有寿のことを指す。会の名は創始者、九条武子の歌集、無有化にちなんで武子の歌の詩である、佐々木信綱が命名した。二0十五年七月に、同病院の母体である、 社会福祉法人麻生会の元常務理事、小木原正による20億円に上る巨額の公金横領が発覚し、元理事長のこの江正子を含む理事9名が解任された。関東大震災において、築地本願寺は日比谷公園に救護所を設置し、九条武子を中心として医療活動を行った。このことが麻生会解説率のきっかけである。 1930年11月5日に開設。用地は、同巡会から、深川区、猿江浦町168番地の200坪を借り受け、建物は、震災の教訓から、鉄筋コンクリート3階建てとした。病床数は34床。診療科は、内科、外科、小児科、産婦人科、自備科、眼科、歯科。診療は、有料診療と、 無料診療の日本立てで、生活保護法の制定までは、自治体発行の施領権を持参した者に、無料診療を行っていた。貧困層への医療提供という歴史は、現在も生活保護法指定医療機関、無料定額診療事業実施医療機関として、引き継がれている。社会福祉法人あそか、会挙額の公金応領の真相月間、集中2015年9月1日。 2015年9月28日、2015年10月28日、開設当時、東京で貧困層への診療を行っていた病院としては、東京都再生会中央病院、泉橋事前病院などが挙げられる。ありがとうございます。